はい、皆さんこんにちは、NSR ガレージです。今回は DZM のエンジンの分解の動画になります。で、なんで分解するかと言いますと、DZM のシフトを逆シフト化するためです。逆シフトとは何かと説明しますと、普通は一番下に一速があって、ギアチェンジ上げるとニュートラルになって、もう一回上げると3速になってっていうのが普通なんですけども、逆シフトっていうのは、一番上に一速があるような感じですね。一速が一番上で、踏み込むとニュートラル、もう一回踏み込むと2速、踏み込むと3速っていうのが逆シフトになります。なんで逆シフトにするかというと、サーキット走ってるバイクっていうのはだいたい逆シフトになってて、で、普通に街をバイクで乗る分には逆シフトにするとめちゃくちゃ乗りづらいと思うんで、する人はいないと思うんですけど、サーキットに行けば、高速走行中ね、コーナリングの立ち上がりで、ギアを上げることが多々あるんですけど、その時にギアを上げるより、踏み込んだ方がギア上げやすいんですね。想像してもらったら分かると思うんですけど、バイクが傾いた状態でギアを一速上げたいってなると、左足を上げるよりも踏み込んだ方が絶対的にやりやすいのは分かると思うんですけど、そのために逆シフトするんですね。で、これだけでもコンマ何秒とか変わってくるんで、大体ね、本気でサーキット走ってる方は逆シフトになってる方が多いです。で、TZM のエンジンを逆シフト化するために必要なのが TZR 用のシフトドラムっていうものが必要になります。このシフトドラムっていうのがギアのチェンジの仕方を決めてるものなんですけど、ただね、これを交換するのってクランクケースを割らないといけないので、エンジンを全部ばらさないといけないんですね。で、結構大変です。あと TZM 用のエンジンと TZR のエンジンなんですけども、2つとも 4EU っていうエンジンがあるんですけども、それに関しては結構部品の互換性が高いので、てかほぼ一緒ですよね。違うのはクラッチプレートの枚数とシフトドラムと、あとエンジン取り付けマウントの部品が違うのとぐらいじゃないですかね。あとはほぼほぼ同じ部品が使われているので流用は可能です。で、エンジンをばらすために絶対に必要なのがメンテナンスマニュアルですね。これがないと締め付けトルクとかわからないんで、これは絶対必要です。あと結構ね、特殊工具も使うんで、特殊工具を揃えないといけません。あとトルクレンチですね。これはエンジン組む時っていうのは基本的に締め付けトルクも決まってますし、あと締める順番っていうのもメンテナンスマニュアルに記載されてるので、その辺をきれいにきちんと守らないと、きちんとしたエンジンは組み上がらないので、それは、必要になります。ただ2ストロークのエンジンっていうのは4ストロークのエンジンに比べて、構造的にすごくね、簡素化されてるというか、部品点数とかも少ないので、比較的やりやすいのかなとは思います。で、このエンジンは、3年ぐらい前かなに一度オーバーホールしてて、で、走行距離もサーキットしか行ってないんで、そんなに走ってないんで、ベアリング類は今回交換しません。だから中だけ掃除して、シフトドラム変えて、もう一回組むっていう感じになります。NSR のエンジンも2年前に自分でオーバーホールしたんですけども、構造的には 50cc のエンジンとさほど変わらないですね。ただ1気筒か2気筒かとか、あとギアの大きさがちょっと違ったりとか、それぐらいしか変わらないんで、この 50cc のエンジンオーバーホールできるんだったら、NSR のエンジンもできるんじゃないかなと思います。
はい、じゃあ部品が全部外れたので今からクランクを割っていきます。で、まあこれもね、クランクセパレーターっていうヤマハから出てる特殊工具を使って割っていくんですけど、まあ、これを使うと、まあ、真っ二つにパカッて割れるんですけど、結構ね、割れてる隙間を見ながらね、均等に割っていかないと、まあ、クランクケース曲がる原因になるんで、まあ、その辺もね、見ながら、やっていきます。で、クランクが、割れました。で、今ミッションと一緒に出てきたのがシフトドラムですね。まあ、これを交換します。2年ぐらい乗ってなかったので、まあ、ガソリンがちょっとタール状に変化してネチョネチョしてますね。まあ、これ今から洗浄してまた組んでいこうと思います。今回はこの辺で、終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。